ほう。いや、かっこいい。あ、ユニコーンがいますね。と、グリフォン。でも、ユニコーン、角は1本ですけど、頭は2本ありました。二刀流ですかね。はあ、かっこいい。あ、ユニコーンとクイーンですかね。はあ、え、なにこれ。お、え、追われた。はあ、あ、これ王国、廃れた王国。あ、豊かな王国って感じですね。さらにここは武力が強そうな国ですかね。ここは、あ、冬、あ、で海の王国。わあ、こう戦っていく登場キャラクターたちです。わあ、あ、いや、可愛い。ポップでみんな特徴があって、あ、いいですね。あ、すごい、だんだん赤っぽくなって、あ、これはお国柄ですね。ここは緑っぽい。あ、ここは獣人ですかね。うわ、燃えた。これは、あ、これは敵国ですね。顔が見えない。そしてリング、はあ、何か関わってくるんですかね。これ主人公っぽいですけど、主人公じゃなくてもいいんですかね。なんかいろんな登場人物いましたし、いろんな人と関わっていくんですかね。ということで、ハッピーニューゲーム、はじめまして、新たです。ユニコーンオーバーロードプレイしていきます。おおおおおお、コルニア街道だそうです。槍を持った騎兵ですね。雨の中、何か行軍している。グランコリム城庭園。ああ、キツメのお嬢様。でも騎士ですかね。あ、まだ間に合います。はい、どうかお逃げください。ジョセフさん。コルニア内の領主のほとんどがバルモア将軍に組している。いや、いい声。追われた女王を庇護する者などどこにもおらん。ああ、だが追われてるんですね。奴の目当ては私の首だ。滅びの運命は私が引き受ける。はははは。我が嫡子アレインをお前に委ねたい。え、陽動の隙に短期であれば逃げ切れよう。ちょっと待ってください。あ、よかった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 。ちょっとオートで進まれると心がついていけないのでね、 X を押したらオートじゃなくなりました。はい、うん、お前に、え、アレイン、あ、もしかしてこれが主人公ですかね。はい、でジョセフさんに預けられた。ジョー・イレニアさんは今追いかけられてるんですね。何があったんでしょう。ジョセフ、あの一粒種が逆境に負けず咲き誇れるか見届けてやってくれ。一粒種言われましたね。まあ、じゃあ頑張って育っていきましょうか、ね、この一角獣の指輪を託す。おおおお、一角獣、まさにユニコーンですね、の指輪を託されました。はい、これをジョセフさんが受け取って、あの子が成人したら渡してほしい。あ、成人からじゃあ始まるんですね。指輪の持つ力が助けになるだろう。はあ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 。イレニア様。様、何も言えない。ああ、ちゃんと拝命しましたね。あ、母上。この青髪の男の子が一粒種ということですか。敵が迫っているのですね。間違いなくそうですね。一緒に行くって言います。ああ、何を言うんでしょう。アレイン、うん、よく聞きなさい。女王として命じます。はい。ああ、気高い女王ですね。自分が追われててこれから死ぬかもしれないのに。これよりジョセフの言葉は私の言葉。そう思うのです。良いですね。ジョセフさんはそれだけ信頼を置かれてるんですね。は、はい。母上。母上は死の覚悟ですよ。ああ、行ってしまう。行ってしまう。ジョセフ、あとは任せたぞ。はい。さらばだ。うん。この後馬に乗るんですかね。
さすがに走っては逃げられないでしょうし、そりゃそうだ。ジョセフ、僕のことはいい。お前も行って母上の力になってくれ。ジョセフのこと困らせないであげてください。母上はそれを分かった上であなたのことをお願いしますと言ったんですから。そうは参りません。うん、任されたんですから必ずや。殿下、すぐにここを離れましょう。はい、生き延び、それが母上の言うことです。残念ながら今できることは母上のために生き延びましょう。おお、城外への通りを封鎖しろ。これが敵ですね。将軍バルモア言ってましたね。そういえば赤い方が敵のようです。おーおーおお、広がっていかれましたね。ああ、イレニア様。バルモア将軍、よもやモハンを、モあれ何でしたっけ、モハンで合ってます、あれ。起こすとは、うん、だが貴様の好きにはさせん。ここで討ち取ってくれる。ああ、皆の者、女王陛下に続け。あ、一応味方はいるんですね。それでもさあ、グランコリヌ城下町です。戦うのは、イレニア女王と何ですだっけ、バルモア将軍ですね。ふう、いや逆向き逆向き、さっきまでと向きが逆なんで見にくい。あ、でも仕方ない、左側から来たんで。王位簒奪の末に何を望む。我はこのヘブリス大陸の支配者、ゼノイラ皇帝の末裔。なんかめっちゃよく聞いたことのある声。コルニア一国が我が望みではない。ああ、他国なんですね。だからもう皇帝の息子です。この大陸全土を治めますっていうことを言いたいんですか。大陸全土に戦火を広げるつもりか。そのつもりですね、おそらく。領土をめぐる小競り合いを繰り返すのが王の役目ではなかろう。このバルモアさんがもうあれですかね、悪の大統領というかラスボスになるんですかね。かつての領土を我が手に取り戻す、それだけのことだ。すげえ。そうはさせん。そうですよ、そうはさせませんよ。うわわわわわわ、さっきまでの戦闘シーンはなかったかのような乱雑な戦いが始まりました。そしてその間にジョセフさんはアレインさんを連れて行ってくれます。ウルニア王家の未来は私が守ります。はい、必ずや生きて成長します。守備よく運びました。あー、ダメだ、勝てなかった。バルトロ司令術師、ほうほうほう。いや、この人悪い人ですね。すごく。いや、ここから始まるのだ。ああ、完全に乗っ取られました。ゼノイラが再びこの大陸を支配する時代がな。大陸支配しに来ましたね。ところで、騎士団長のやつが姿を見せなかったが。あ、ジョセフさん、騎士団長なんですね。東門を閉じる前に逃げた牙があったそうです。それです、おそらくそれです。イレニア。お前のその無駄な抵抗は王子を逃がすためか。イレニアさん、ここにいますかね。うわ、いないってことはもう、はい、うわ、大陸ですね、すごい。西暦895年、いいナレーションだ。コルニア王国の将軍バルモアは突如として自らを古代ゼノイラ帝国の末裔であると主張。はい、謀反を起こし王都グランコリヌを吸収した。はい、されました。はいはい、うわー、これバルモア、これに対して女王、コルニアの女王イレニアは、はい、王子アレインを逃がすため我が身を盾とし、はい、わずかに残った手勢と共に迎え撃つも、うん、あえなく全滅。そうですね、全滅してしまいました。わあ、広い。幼いアレイン王子を託された騎士ジョセフはバルモア将軍の手の届かぬアルビオン共和国領パレビア島へと落ち延びたのであった。すごい、海まで渡ってますね。
てかなんか大陸全土っていう話だったんで、なんか一大陸だけの話と思ったら、これだって海渡って別の大陸ですもんね。アルビオン共和国パレビア島。赤がてっきりその敵側かと思いましたけど、赤ですね。ここだ、ここからまず出るためには何か船的なものを手に入れなきゃいけないのでしょう、おそらく。一方、うん、バルモア将軍は皇帝ガレリウスを名乗り、ガレリウス、テブリス大陸全土への侵攻を開始はい、その支配域を広げていく。いやまあでもとりあえずまずはその中央あたりがやられたと。どんどんこれから広げていくんですね。おお、で全部で5カ国。必死の抵抗を続けたが、うん、ついに全ての国が陥落。わお、全ての国陥落しました。大陸全土の話は、そこは大陸分かれてるじゃないですか、一つだけ。結局逃げたところも陥落してしまった。ガレリウス皇帝は神聖ゼノイラ帝国によるフェブリス大陸統一を宣言した。すごすぎ、強っ。各地では反抗が続くも、強大な帝国の前には及ばず。及ばないんですね。人々は圧政にあえぐ中、ただ天を仰ぐほかなかった。ああ、今日も空が青いなみたいな。救いが現れることを祈って。はい、祈りますけど、もうなんか空は青いけど心もう真っ青みたいな。コルニア滅亡から、はい、10年の時が過ぎようとしていた。じゃああの時アレインさんは10だったんですか。いやまあ成人が18の可能性もあるとしたら8歳ぐらい、まあそれぐらいの年齢だったような気がします。10にしては幼すぎるかなと思いますが、はい、一角獣の指輪ということで始めていきましょう。一角獣と乙女の祭壇。乙女縄あ、いや繋がれてるわけじゃん。今日も訓練しているのかな。スカーレットさん、おお、かわいいですね。まああの服の色がまさにスカーレットです。各獣と乙女、乙女関係あるんですか。祭壇の掃除も終わったし、うん、そろそろ教会に戻らなきゃ。はい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 、あー偉いですね。ここはその侵略はされてはいるんですかね。ユニコーンオーバーロードです。はー、アトラスさんプレゼンツ。はい、うわー、はい、港町から始まるんですね。いやまあでもそうか、どこかある程度進んでから港町かなと思ったんですけど、港町から始まってまたここに戻ってくるみたいな感じですか。今日は俺が勝たせてもらうぜアレイン。はい、いや若い戦士、スカーレットさんは名前もう出てるんですから、この人も名前出してあげていいでしょう。受けて立つぞレックス。あ、レックス、ここから名前がわかるということです。おー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 、すごい、はあ、今のだと攻撃を受けてっていうよりも足場が崩れてって感じのようですね。いい打ち込みだったぜすごい、やるなアレイン褒められてしまいました。レックスだってかなりの腕前さ。うんうんうん、そうですね、なかなかなあの攻防でしたよ。お互い訓練を積んできたおかげだな。ジョセフさんは強いんですね。ジョセフさんのおかげで成長できましたよ。ジョセフ様か、うん、そういや本土で解放軍を準備してるんだろう。あ、今いないんですか。わあ、そうか。で解放軍もうあのね、多分アレインさんは大丈夫と思って国を取り戻す準備をしているんですね。ついにゼノイラ軍と戦うことになるんだな。ついに。ああ、そうだ、はい、コルニア本土ではゼノイラに苦しめられた民が助けを待っている。うんうん、そりゃそうでしょう。王位継承者として俺が彼らを救わなければ。うん、いい心がけです。そして亡き母のためにも。はいはいはい、まあそうですね、そう思いますね。けどそうしましょう。世界を支配するゼノイラ軍に勝てるのかな。いやまあそれはそうだって10年経たないうちにこの広さを侵略し尽くすはやばいですよ、なかなかに。平和を取り戻すため戦う、その俺たちに天は味方するはずだ。おお、天に頼ってるんですか。まあ自らの力頼っていきましょうよ。ちょっとあの神頼みはあんまり。そうだなつい弱気になっちまったまあまあまあ、でもそれが心の支えになるなら良いでしょう。アレインも気負いすぎるなよ。うん、
俺も一緒に戦うからさそうですね、ありがとうございます。一緒にお願いします。本当に頼りにしている。いいですよね、アレインの一人称の感覚で進めていっていいですね。やけに素直だな、こっちが照れちまう素直が取り柄なんですよきっと訓練はもういいや、昼になる前に帰ろうぜ。はい、じゃあ帰ってお昼食べましょう。もうそんな時間か。ああ、まあ時計とかがある感じじゃないので、やっぱ太陽を見てって感じですかね。ん？どうした？いや、これは海から何か来る。敵か、あの船、それか、まさか、え、どっちですか、敵？おい、あの旗の紋章、早い、ゼノイラ軍じゃないか。早い、ついにこの島にもやってきたのか。はい、早く皆に伝えよう。いや、本当に早く伝えましょう。分かった、はい、俺は町に行く。はい、アレインは聖堂へ。オッケーです。あー、なんか別にあるんですね、聖堂は。了解です。はい、行きましょう。あー、特に操作なくパレビア港です。いや怖すぎ。あー、侵略してきました。港にこんな簡単につけちゃうんですか。困ったもんです。あ、将軍っぽい。下船完了しました。はい、誰でしょう。将軍先遣隊を聖堂に向かわせる。聖堂に向かわせますね。いや、レックスさんが町に行ってくれましたけど、レックスさん無事ですかね。目標を生け捕りにするのだ。あ、もしかしてバレてます。なんかバレてる気がしますね、この感じは。もしかして王子として生け捕りされにそうになってるって感じですかね。縦にその国旗なんて言ったらいいか分かんないでしょ。紋章あるのおもろいなぁ。はあ、はい、パレビア大聖堂です。わあ、綺麗。天を滑る我らが。あ、スカレットさん、こっちか。その見つかりたる天使様。うん。我々に今日。ここはもう仕方ない流れです。ささやかな糧をお恵みください。うん、そうですね。今日生き抜ければそれで十分。我々が行く先に暗闇を置かれる時も。うん。せめて迷わぬだけの灯火をお与えください。いや、なかなかに暗闇が今迫ってきてますよ。この聖なる大地の守り手、一角の聖獣とユニコーンですね。母なる巫女の名において。はい、母なる巫女、まあ、これは乙女っていうことですかね。はい、アレインさんであってくださいよ。頼むからアレインさんであってくださいよ。いつも言っているでしょ。どっちでしょう。教会に入るときは静かに。はい、そうですよね誰なのそうだと思いました。どうやら俺たちが一番乗りみてえだ。あら、早かったですね。痛めつけるのはいいが殺すなよ。なんて、え、あ、スカーレットさんの方が生け捕りさでってことですか。ここは神聖なる神の家、うん、父兄は許されませんよ。そうですよ。なら神に祈ってな神に祈ってたらあんたらが来たんだおお、強い。おお、危ない。すごい。相手は刃物を持っているのに、こっちは鈍器で対応できる。わあ、後ろからは卑怯。うわあ、まあ言ってられない状況でしたからね。仕方ないてか、それ塚に入ってます。全然なんか腰に収めてるだけなんですね。へえ、いや、マジ大丈夫ですか。怖かったですね。いや、本当にゼノイラ軍の旗を掲げた船が来ている。いや、それよりも、え、どうなんでしょう。え、アレインさんよりも早く来たってことは、聖堂は港の近くにあるってことですかね。アレインさんが相当聖堂から遠くにいたか、どっちかですけど、うん、あなたが王子であることがゼノイラ軍に伝わったのかしら。え、でも今スカーレットさんのこと殺すなよって言ってませんでした。それはわからないな、うん、敵を放っておくわけにはいかない。はいはいはい。え、もしかして最初この二人パーティーですか。前衛とスカーレットさんの補助でいけますかね。そうね、これ以上聖堂で暴れられたら困るわ。いや、本当にまずは外に出ましょう。とにかく外に出ましょう。うん、正しい選択です。そうしましょう。まあ、敵はもちろんいるとは思いますけど。おー、殿下、ご無事でしたか。ジョセフさん、結構年取りましたね。よかった。でも本土にいるみたいな話聞いてたので、あれ、こっちに来てくれてるんですね。よかった。いや、すごくありがたい、心強い。レックスはどこに。
クロエさん可愛いですね。なんかランドセルみたいなの背負って、レックスは町に行ってくれました。先に町へ向かった合流して港へ急ごう。レックスさん大丈夫ですかね。その前にこれを。どれですか、何ですか。あ、指輪、一角獣の指輪ですね。母上から預かったやつです。殿下に渡すようイレニア様から預かっていた一角獣の指輪です。今渡してくれるんです。成人された折にお渡しするつもりでしたが、まだ成人はやっぱされてないですよね。殿下のことを守ってくださるでしょう。守ってくれたら嬉しいです。母上が、そうです、母上のです。ありがとうジョセフ。ありがとうございます。では急ぎましょう。はい、急ぎましょう。本当に急ぎましょうね。あれ見て、そうですね、敵が町に困ったもんです。あ、進軍してきました。おう、まずはこいつを何とかしないと。そうですね、よし、あとは解放するだけ。そこが問題でしょう。町にはレックスが向かったのね。無事だといいけど、だってどう考えたって町の中の方が人いるでしょう。レックス、あ、レックスさん無事だった。すまん、しくじった、いきなり襲われるなんてな。いや、え、あれ、港はここじゃないってことですか。だから安心してくれ。おい、レックスさん優秀、よかった、レックスも無事で何よりだ、本当に。でもこれじゃカッコつかねえ。これ他に敵がいないか見てくるよ。わ、優秀。おお、いや、やっぱよっしゃ、早速かっこいいところ。いや、一人じゃ無理でしょう、そのそれは無理ですよ。ちょっと張り切りすぎた。レックス、ここからじゃ走っても間に合わない。そうですよ、ここは私にお任せを。お前たちの相手はこの私だ、かかってくるがいい。レックス大丈夫か。いや本当に調子に乗りすぎ。あ、心配させてすまん。いやもう本当にそうですよ。まったくよ。はい、薬あるから使って。やばい、今のところクロエさんの好感度が一番高いです。ヒールポーション S を3個手に入れた。助かったぜ。いや本当にクロエよ、レックスの部隊については、いやまあ確かにこやつ一人では危険だ、それはそうです。てかジョセフさんが一人で十分すぎる。わかりました。いやクロエさんが強い、無茶しないか、見張っておいてあげる。ここ途中でこうやって部隊編成変えることもできるんですかね。よし、ひとまずこの辺りは大丈夫だ、早く港へ向かおう。やっぱ港ここじゃないですよね。急ぎましょう。おお、早い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 。うーわー、まさかホドリックなのか。かつて共にコルニアに仕えた重臣たるお前が、なぜ。そうですよね、あれあれ、なんかイレニアさんと一緒にいましたよね。なんかに似てるなとはちょっと思ったんですけど、あれ、そうなんですか。ガレリウス様に盾つこうかものよ、覚悟せよ。やばい、戦うしかないのか。いやもう得ません、ここは敵を無力化させるのが先決でしょう。いやきつー、往生際の悪い奴らだ。ここで始末して。いやいやいや、ジョセフさん一人いれば大体どうにかなりましたよ。ホドリック、本当にお前なのか。何故ゼノイラ軍。いや本当になんででしょう。コルニアの聖騎士ジョセフ、いいだろう、この俺が相手だ。いやなんか違う気が、洗脳とかなんかそういうあれなんですかね。なんて硬さだ、武器ではまるで歯が立たない。は、武器では。まあ、ほんならトルクもここは私に任せて。ああ、そういうことですか。ホドリック、どうしてだ、母上のこの駅士だったお前が。あ、やっぱそうですよね、あの時いた。何者だ小僧。あ、やっぱり邪魔をするなら容赦はせんぞ。なんか面だけ奪ってるんですかね。倒しました。貴様らのようなコルニアの残党に膝をつくことになるとは。やっぱ知らない人な気がしますね。ホドリック、女王陛下と死に赴いたお前がかように落ちてしまうとは。いやなんか乗っ取られてますよ、だって明らかに知らない感じでしたもん。せめてかつての師である私が引導を渡してくれよ。師匠なんですね。待ってくれ。殿下。はいはい。あ、もしかして。ホドリック、幼い頃遊んでもらったことを思い出したよ。これあれですかね、敵軍に寝返ってる人たちをどんどん味方にしていってこっちの軍に加えていくって感じですかね。わかんないですけど。中心とまで言われたあなたがなぜガレリウスの配下に。多分誰かも分かってなかったですよ、アレインさんも。何も分からないまま、かつての仲間を切りたくはない。ほうほうほう、正義感バリバリですね。せめて理由を聞かせてくれないか。多分記憶ないですよ。え、違うのかな。アレイン、あ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 、そ
そうですね、一角獣の指輪が。これは、これは、はい、あ、そうですよね、記憶が。私は一体何を。はい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 、そうですよね。ってことはワンチャン女王も生きているかもしれないですね。だとしたら夢が広がる、いいことです。人心を操る妖術。ああ、司令術師って言いましたし、あの人ですかね。そのようにしか言い表せません。はいはい。信仰の深かった漁師たちの突然の造反。ああ、そのせいで国落ちたんですもんね。境に私めも意識を失っておりました。いや、10年間なかなかですね。だとすれば恐ろしい妖術。いや、恐ろしすぎでしょ。支配の術とでも申しましょうか。それをどれだけ多くの人にかけてるんですか。ガレリウスが世界を征服し得たのはその術の力によるものやもしれません。いや、そうだと思いますよ。だって敵のところを落としたら戦力が何でしょう、疲弊するのではなく増えますからね。一体あれから10年もの間私は何をしていたのか。あー、記憶はないんですか。どうなんでしょう、その洗脳されますよ、支配されますよっていうのは当時から分かっていたことで、今10年前のままパッて目が覚めたってことですか。アレイン殿下に刃を向けるなど。ちょっとその辺が曖昧でまだ理解できない。それ以上自分を責めないでくれ。まあ仕方ないんでね。だがその支配の術がどうしてこの指輪で。母からもらった指輪ですね。王位継承の血筋を証明するための指輪かと思っておりましたが、どうやら違いそうですね。本当に浄化の力を持っていた。いや、浄化の力を持っているって伝えられてたんだったら信じましょうよ。まさか本当にじゃなくて。殿下、それは一角獣の指輪、うん、代々コルニア王家に伝わる秘宝です。はいはい。王族のみが浄化の力を解き放てると伝え聞いております。じゃあアレインさんしかできないんですね。なるほど。聖教でも一角獣は浄化の力を持つ聖獣として扱われているわ。なんでこんなスカーレットさん上から話してくるんですか。だからその指輪でも浄化の力が宿っているのかも。まあそうだと思います。じゃあガレリウスの知性が人心をもてあそぶ支配の術によるものならば、はいはい、この指輪の力が闇の支配を解き放つ光とならないか。なりますね。なりそうですね。レイン殿下、はい、確かに操られたものを術から解き放てば、うん、ゼノイラの支配体制を突き崩せるかもしれない。いいですね。帝国への反旗は支援ではないのか、そこに大義はあるのか悩んでいた。いや、まあどうでしょう。いや、そ、支援でいいじゃないですか。でお母さんやられたんだからクソでいいでしょう。だが大義なくても。今わかった。託されたものの大きさとその意義を。はい。母上、うん、そうですね、母上も無事だったらいいですね。モドリックさんと一緒で。行こう。戦い抜く覚悟ができた。相当向こうも自信家ですよね。アレインさんを連れていくためにホドリックさんをよこすんですから。だって大陸全土を支配したってことは別にそのもともと何でしょう、イレニア王国、あれイレニアさんは女王の名前、コルニア王国、わかんないですけどの、そのアレインさんの国の人じゃなくて別の国の人をよこせばいいのに、そうじゃなくあえてホドリックさんをよこしたっていうことは、まあ絶対に解かれないっていう自信があったんでしょうね。あまりな。ガレリウスを撃ち王家の責任を果たす。はい、そうしましょう。頑張りましょう。おねー。え、船で行くの。はや、もう船手に入れちゃった。甲板です。ホドリックの様子はどうだ。元気になりました。ようやく立ち直り戦いへの覚悟ができたようです。早いな。ところで殿下、港に到着した後の予定ですが、はいはいはい、以前より準備していた解放軍にクライブという若い騎士がいます。クライブ、はい、上陸後は私が早馬を務め彼に取り次ぎましょう。お、ありがとうございます。わかった、はい、よろしく頼む。立ち位置的にちょっとジョセフさん早いタイミングでちょっといなくなってしまいそうって思ってて、
なんかなくなってしまいそうって思ってて、敵にやられそうって思っててちょっと怖いんですけど、まあ、あのそのあアライブさんでしたっけを連れてくるためにいなくなるだったら全然うなずけるんで大丈夫です。死なないでください、お願いします。本当にアーラスカレットさん、ちょっといい？はいはい大丈夫ですよ。どうしたんだ？うん、あのね、うん、やっぱり何でもない。ていうかスカーレットさんは全然普通についてきてよかったんですか？なんかクロエさんはなんか舞台の一人だなっていう感じの服装してますけど、スカーレットさんどこかの霊場では？なんだ気になるな。いや気になります。ごめんね、大した話じゃないの。いやじゃあ話してくださいよ。いろいろと突然のことだったからまだ実感が湧かなくて。まあ急に船乗ってますからね。ああそうでしょうね。確かにそうだな。うん、そうだと思います。だがこの日が来ることは分かっていた。この10年強いジョセフに指示して鍛錬を重ねてきたのはこのためだ。そうですね。母上も自ら剣を取り道を示す指導者だった。ああ本当に、だって両手に盾とかつけて真っ先に出ていきましたからね。かっこよかったな。そうやって考えるとコルニアで会ってました。先陣を切って戦うつもりだ。はい、じゃあ頑張っていきましょう。毎日のようにレックスとも浜辺で訓練していたものね。そうですね。毎日のようにあれやってたんですね。じゃあレックスさんも強いはずだ。見ていたのか。一人だけレベル遅れてますけど。ホドリックがそうだったように、はい、ゼノイラ軍に組した将が操られているのだとしたら勝算はある。そうですね。いや出会った瞬間にその指輪が光ってくれれば戦わずして勝てますからね。とはいえ、はい、今の解放軍の基盤はあまりにも脆弱だ。あそうなんですか。いや知ってるの、ちょっとジョセフさんが頑張ってるんですから、あんまそんないい言い方しなくても。だから君にも助けてもらいたい、平和を取り戻すためにも。船に乗る前に言いましょうよ。船に乗ってたらえここでちょっとって言われてもどうしようもないでしょ。そうね、はい、パレビア正教の司祭として力になれるよう頑張るわ。はい、ありがとうございます。いいんですか、置いてきて。俺も助けになるぜ。ありがとうございます。はい、レックス。はい、レックス。なんだよ。王子すみません。はい、立場もわきまえす。いやいやいや全然大丈夫ですよ。クロエさんってもしかして遠山奈緒さん？まあ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 、まあ、それは置いておきましょう。まあ、今のところクロエさんが一番好感度高いです。ちゃんとしてる。幼い頃から一緒に過ごしてきたんだ、かしこまる必要はないさ。まあいい王子様ですね。私たちは王子に仕える従者、そうは参りません。いやちゃんとしてて偉いですね、クロエさん。私もレックスと気持ちは同じです。うんうんうん、エクロエさんの好感度が一番高い。尽力いたします。はい、頑張ってください。みんなありがとう、心強いよ。そうですね、クロエさんの言葉が一番心強いですね、間違いない。あ、笑顔だった、いいですね。一般なので決起の矢先と、はいはいはい、新しくストーリーになりました。お、着きました。うん、どうしたのアレイン？どうしたんですか？囲まれている。え、ああまあそれは、そうですよね。船が来たってことは少なくともここも占領されていてもおかしくはない。そう、なんだお前ら。はいはいはい、はっ、やおー、強い。ええ、てか全然ホドリックさんだった、ジョセフさんかと思ってました。え、スカレットさん？あー、クロエさん、クロエさん大丈夫ですか？クロエさん、え、あいつ顔出してる、ルノー。やはり貴様も。ああ、あの人もいましたね、そういえば。スカーレットをどうする気だ。うん、手荒な歓迎ですまないが、私も少々この娘に用があって。やっぱそうですよね、生け捕りにしろって言われてたのアレインさんじゃなくてスカーレットさんな気がしたんですよ。彼女を放せ。はい、この娘はガレリウス様が必要とされているのだ。うん、うん、どう扱うのかは私の知るところではないがね。はあ、そうですか。まあ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 、司祭さんどう扱われるんでしょうね。悪いが娘はいただいていくぞ。ああ、いただかれた、すごいあっさりいただかれた。いた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 。スカーレット、え、ジョセフさんはせめて船は一緒に来たでしょ、早馬で行くにしたの。後始末は任せたぞ。いや困る。あ、これは山賊とか盗賊とかそういう感じの人たちですかね。まあ笑った分は働くさ。
この人たちも仲間になったりするんですかね。うそ、次から次へと、とんでもないですね。そこをどいてくれ。いや、まあ本当にそう、そうはいかねえ。あんたに恨みはないが、そういう依頼なんだ、諦めてくれ。いやー、諦められない。え、はいや、はいや、ジョセフさん同じ船じゃなかったんですか。それこそ小舟かなんか出して先に港に着いてたんですね。アイン殿下、皆さん、あ、クライブさんですね。アライブじゃなかった、ごめんなさい。あ、この人かっこいいですね。ひとまずこちらへ。はあ、殿下、一度退いて、一度引いてか、体勢を整え、立て直しましょう。はい、了解です。皆様をお迎えする前に、いい声、このような事態になるとは江口さんですかね、うん、殿下、彼が先刻紹介していた解放軍組織の一員、クライブです。ああ、いや、うん、まあ強そうです、見るからに。しかし、はい、ガレリウスの狙いが花からスカーレットであったとは。ああ、いや、そうですね。連れ去っていったあの騎士は一体何者なんだ。なんでホドリックさんのことは知ってて、ルノーさんのことは知らないんですか。彼はルノー、イレニア様に仕える高潔な騎士でした。はいはい、言いましたね。あの様子から察するに、おそらく彼も支配の術で操られているのでしょう。そうですね。あれ、でもなんか、あれ不思議ですね。操られてあっただけってことは、ホドリックさんはあの時と同じぐらいの強さあります？スキルとか3つ覚えてます？そうだと嬉しいな。そうだとしても、なぜスカーレット。そこは本当に謎ですよね。確か彼女は聖教の司祭でしたね。そうです、そうです、そうです。近頃ゼノイア軍がパレビア聖教に関与しているとよく耳にしますが、なんか宗教の方にも何か手を出してるんですね。教会の司祭である彼女とも何か関係しているのかもしれません。まあ間違いなく、ね、誘拐していったってことはそういうことでしょう。いずれにしてもガレリウスにスカーレットを渡すわけにはいかない。はい、まあ、スカーレットだけじゃ、まあ、ないですけど、そうですね、渡すわけにはいかないです。はい、すぐにでも出発しよう。はい、行きますか。まあ待て待て、おっと、行き先も分からずにどうするんだ。おっと、びっくりですね。誰？トラビスさん。君は本当に。彼はトラビス、共に活動している仲間です。全然青を入れてないですけど、なんかトラビスさんも聞いたことある声でしたね。いわゆる密偵ってやつだな。はい、情報収集が主な仕事だ。はいはいはい。それで、ルノーの足取りはつかめたのか。そうですね、教えてほしいですね。ああ、東の方角へと一目散だ。うん、大方やつの居城に向かってるんだろう。まあそうだ、だと思います。だが厄介なのは傭兵たちだ。やつらを片付けないと先に進めない。ああ、さっきのオーバーンさんでしたっけ。はいはい。殿下、焦るお気持ちはわかりますが、スカーレットを助けるためにも、まずは眼前の敵を排除しましょう。そうですね、それが優先ですかね。わかった、準備ができ次第出撃する。はい、さっさと行きましょう。スカーレットさん助けますか。はあ、あの砦が敵のねじろなんですか。あ、オーバーンさんがいる。え、東って言ってたから右側だと思ってました。めっちゃ左でした。ええ、そこを制圧しない限り辺りの脅威は拭えません。対してこちらもこの砦が最後の要です。もう結構攻められてた。ここ落とされたら後がありません。大変だ。なるほど、この砦を死守しつつ、慎重に進軍しましょう。おい、港が占領されちまってるぞ。厄介ですね、あの様子では伏兵が潜んでいてもおかしくありません。うわー、そっか、増援が出てくるんですね。それはめんどくさい。ここは進軍せず迎え撃つのが得策でしょう。はい、あいつが傭兵を率いているオーバンだ。気をつけろ。わかりました。威勢のいい奴らだ。俺たちも負けちゃいられねえな。おーおーおー、やる気ですね。あんなに最初やる気なかったのに。手強いですね。勝てるでしょうか。そうです、大丈夫、こちらの士気は十分だ。それで部隊の能力を引き出そう。うん、ソリージートリで一人か。仲間はどうした。うん、お前らが全員でノコノコ俺を追ってくれたおかげだな。あ、逃がしたってことですか。野郎どもはうまく逃げられただろうよ。あ、いい人だ。うん、他に
敵はいません。すごくいい人でした。知られちまったな。うん。大将自らおとりになったのか。いや、偉いですね。おいおい、そんなんじゃねえよ。え？お前らを巻くのは簡単だ。足さえやられてなきゃな。足やられてるんですか。これも貧乏くじさ。雇われだから覚悟はできてる。ああ、足怪我した自分がおとり役ってことですね。そういうことなら話は早いな。はい。待ってくれ。彼に聞きたいことがある。すぐ止めてくるわ、アレインさん。ガレリウスはなぜスカーレットを狙ったんだ。うんうん。少しでも情報が欲しい。確かに。何か知っていたら教えてくれ。それは本当に教えてほしい。俺たちは死がない傭兵だぜ。はい。気前のいい前金で仕事をしたってだけだ。ああ、本当にただそれだけなんですね。興味があるのは金だけで。何がどうとか知る気もねえさ。まあ割り切ってますね。こいつどうする。アレイン、別にこの人悪くない。金で雇われたんですから。もし、はい、俺が雇うと言ったら。そうですよね。そうなるかなって思いました。お前は雇われてくれるのか。うん、きっと雇われてくれると思います。そりゃ商談ってことならいくらでも話を聞くぜ。いいですね。本気かよ。今の今まで命のやり取りしてたやつだぜ。いや本当にそうですけど。仲間のために犠牲になれるやつはそうそういない。ああ、自分がおとりになったらってことですか。俺たちはゼノイラが支配するこの地を解放したいんだ。うん、うん、手を貸してほしい。はい。お前らは反抗勢力の残党だと聞いてたんだが。まあ間違いなくそうですけど。こんな大事やらかそうって危ない奴らだったとはな。言い過ぎ。この方はコルニアの王位継承者、アレイン王子。そうですよ、アレイン王子ですよ。これは正当な戦いよ。うん。洗脳はされてないんですね。この女国の王子様を担いで国をひっくり返そうってのか。その通りです。だがゼノイラ相手じゃやっぱり分が悪いな。うん、雇われる気はなさそうだぞ。あれ、高くつくぜ。ああ、いいやつですね。やっぱり新しい王様になるんだろう。なら報酬は望みのまま。オーバンさんめっちゃいい人。さっきの戦いで分かってると思うが、俺は結構いい働きをするんだ。ジョセフさんのせいで何にも分かんなかったです。雇ってくれるんだろう。手付けは負けとくぜ。優しい。すぐにでもスカーレットを助けに行かなければ。うんうんうん、そうですね。彼女をさらったのはガレリウスに何か企みがあってのこと。はい。スカーレットの救出が奴の目的を砕くことにつながるやもしれません。いや、そうだと思います多分。ですが想定よりも決起が早まり、同志が各地に散ったままです。すいません、早まってきてしまって。向こうが攻めてきたんで、オドリックさんが攻めてきたんで、ルノーと戦うのは難しいと思われます。うん、まあ多分そうですね。ガレリウスの支持者には望んで王家と敵対する者もいました。うん、うん、彼らとの戦いはおそらく避けられないでしょう。あらららら、らスカーレットを助けるためにも戦力の増強が必要か。そうですね、それは間違いない。アレビア島に殿下を逃がしてから解放軍の基盤を作ってまいりました。いや、偉いです、ジョセフさん。圧政を強いられている領主の中には不満を持つ者もいます。うん。彼らを取り込むことは可能かもしれません。そうですね、その辺したいです、ね、したいですね。殿下、解放軍の旗に紋章を掲げるのです。おお。殿下が解放軍を率いれば、同志とも合流できるでしょう。うんうんうん。わかった。皆の力を貸してくれ。ぜひ借りましょう。ちょっとこっち行ってみましょう。ほう。はあ、コンキアージの街。黒ズメと、え、え、え、すごい、え、超遠距離攻撃ですか。この街の守備兵も大したことねえな。ギャメルさん、はあ、多勢に無勢だ。諦めろ。なんかいいキャラですね。吸血鬼っぽい、うん、かな。忌々しい盗っ人どもめ、今に天罰が下るぞ。黒ずめ盗賊団。天罰を食らうのはお前だっつーの。ほう、天罰。それに天罰ならもう俺はとっくに食らってんだよ。やっぱなんか人間じゃないんですか。やっぱって、うわうわ。よし、お前ら町中から金品をかき集めてこい。とんでもない。ああ、襲われてますね。まずい。あ、ロルフさん、この人かっこいい人ですね。大丈夫か。おお。あ、はい、ありがとうございます。しかし黒爪盗賊団め、ここまで勢力を広げるとは。おお。あなたは。俺はコルニア義勇兵のロルフ。
奴らは盗賊団を追ってきた。はいはいはい。君たちは安全な場所に逃げるといい。あとは任せろ。はあ、一人で戦いに行きますか。お助けください。大変ですね。なんか見てました。ただごとではない様子。一体何があった。まあ見てないですよね。見てました。それが私たちの町に盗賊団が略奪に来て、ロルフってお兄ちゃんが助けてくれたの。でも、うん、私たちを逃がして一人で町へ。あ、でも旧兵ですかね。ちょっと旧兵仲間にしたいですね。なるほど。ゼノイラの支配下になって治安はひどくなるばかり。この地域を解放せずに安全に進むのは難しいでしょう。分かった。何より民をみすみす放ってはおけない。はい、偉いですね。ありがとうございます。ということで、はい、ここの犯行者だそうです。ここの犯行者、サブクエストですね。確かロルフという者が助けてくれたのだったな。すごい綺麗。はい、コルニア義勇兵と名乗っておられました。うんうん、義勇兵。噂は聞いたことがあります。はいはい。民を守るために戦っているとか。あ、素晴らしいですね。合流できれば戦力になってくれるかもしれないな。そうですね。ええ、まずは接触してみるのが良いかと。どうにか接触してみましょう。あの、お兄ちゃんたちも怪我しないでね。優しいね。ありがとう。ああ、大丈夫さ。心配しないで待っていてくれ。うん。おかしら、なんか怪しい連中が来てますぜ。邪魔くせえ、始末してこい。はあ、あの旧兵がロルフのようですね。なるほど。彼らだけでは危険だ。彼ら、ああ、そうですね、複数人いますね、あそこ。黒爪盗賊団に歯向かったのが運の尽きだ。まあまあまあ、その喉笛をかき切ってやるぜ。勝ってから言ってくださいよ。さすがオーバンさんって感じですね。やったです。町を解放してくれたようだな。いい声、礼を言う。いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。町の娘たちを助けたという。全然途中で話さなくてすみません。ああ、コルニア義勇兵のロルフだ。はいはい。やつが黒爪盗賊団の頭か。そうですね。仲間になります。頼む、勘弁してくれ。いやいやいや、無理でしょ。なんでそんな弱気なんですか。役立つを働いて勘弁してくれは虫が良すぎ。いや、もうその通りすぎる。病気の妹がいるんだ、どうか許してほしい。本当ですかって疑っちゃいますけど。親が死んで抜け殻になった俺の面倒をずっと見てくれてよ。ほうほうほう、本当ですか。なのにあいつ急に倒れちまって。はい。いや、本当ですか。医者に見せたが治らねえって。はい。弱ってく姿を見てるのは辛かった。これ茶番だったら聞いてるの、あの、ねえ、嫌なんですけど。納めた剣を。でもよ、ようやく治せる医者を見つけたんだ。はあ、で、お金が足りないと。そういう話ですか。そいつがとんでもねえ額を請求しやがる。うん、なるほど。額のねえ俺にできるのは盗みくらいなもんさ。本当ですか。だからこんな真似をしちまった。全然信用できないんですけど。殿下、情にほだされてはいけません。情にほだされるというか、本当かどうか確認するために妹に会いに行こう。あの、妹が本当にそんな状態だったらまず信じましょう。この者は自警団に引き渡し、相応の刑に処すべきかと。まあその前に妹に会いに行きましょう。いるなら妹に会わせてみろと。奪った金は返しておく。どうか見逃してくれ。俺はもう天罰縁あったんだみたいなことを言ってましたけど、それが果たして本当にそう、そのことなのかどうかですよ。ちょっと、なんとも言えない。いや、見逃すはさすがに、ちょっと、こうどっかでやられても困るんで、自警団に引き渡します。自警団で、まあ、何かしてください。本当は第3の選択肢、妹のところに行くっていうのが一番なんですけど、ごめんなさいね。自警団に同情するが、蛮行を許すことはできない。まあそういうことです。スクライブ、町の自警団に引き渡してくれ。残念ながらそうなります。かしこまりました。はい。いや、本当は妹のところに。しゅうあ、ほら、嘘じゃん。
さすがに嘘。敵を一掃し周辺の安全を確保しました。これでこの一帯を安全に探索できるでしょう。ありがとうございます。まさか王子だったとは。ご無礼をお許しください。大丈夫ですよ、このロルフ必ずやお役に立ちましょう。いや、かっこいいんですよねロルフさん。あ、嬉しいですね。加入しました。ええギャメルさん、あ、助けに来られた。鍵ありやした。変わんないじゃないですか。俺の言ったことを忘れたのか。バレないようにやれですか。俺たちを結びつけてるのは金だけ。忘れてませんよ。え、あれ違うな。いや、単純に兄貴がいねえと稼げる気がしなくて。あ、でも信頼されてるんですね。しょうがねえな。とっとと逃げるぞ。こんなひでえ地下牢に長いは無用だ。あ、そうですね。それにしても解放軍のやつら。あー、これは敵に回してしまった。借りは倍にして返してみの。いやいや、まあ、いや、大失敗だったかもしれませんね。いや、でも見逃せないでしょ。あ、覚えてやがれ。ちょいと話があるんだ、聞いても。この人戦う人じゃなかった、分かったでいいでしょう。あー、全然戦うかと思って全力で逃げちゃいました。そこのハンター、トラビス隊長じゃないですか。あー、トラビスさん、はいはいはい、隊長だったんですか。トラビスさん、お前は確か三角銃の、はあ、私は三角銃の傭兵団の下っ端でさ、驚きやすさ、隊長は死んだと聞いてましたから、はあ、何があったんでしょう。まあそういうことにされても文句は言えないな。みんな、ブルーノは元気か。ほう、知らないんですかい。ダンはゼノイラ軍にやられちまった。アッシャンウィーク逃げれたんですが、団長は最後まで抵抗して、ああ他の仲間とも一緒に捕まったんでさ。ところが今はゼノイラ軍の将で、ああこれは洗脳されてますね。ブルーノが、そう、処刑されたと思ってたら、この地方の統括をしているのが団長で、足も近くの町でたまたま聞いて驚きやした。ブルーノはそんな友じゃないよな。そうですね、隊長が消えてから団は特に、大変で、でも三角州時代は楽しかったですぜ。足も傭兵は引退、故郷へ帰ります。最後に隊長と会えてよかったっすと。はあはあはあ、隊長お達者でっつってますけど、ブルーノは傭兵時代からの連れでな、一緒に傭兵団まで立ち上げた仲だ。素通りはできないな。出陣してみよう。直接話を聞いてみればいいと。ちょっとじゃあやってみますか。はい、これ、あー、ここステージですね。あー、敵のレベル4か、ちょっと高いですね。まあじゃあ行くだけ行ってみますか。グラディエーターとハスカールだそうです。まあ頑張ってみましょう。三角銃のひずめ跡です、まあ、トラビスさんがだから過去がわかるってところなんですかね。はい、ブルーノだったか。はい、かつての仲間だと言っていたが。そうですね、三角銃傭兵団を旗揚げした時の仲間さ。怪力で豪快で頼れるやつだ。トラビスはなんで団を抜けたんだ。あ、確かに姉貴が突然団を解散しやがったのさ。姉の団だったんですね。お荷物が多くて身入りが少ないってな。え、ひどい。お荷物使えない人ってことですよ。中でも特に足手まといが俺だとさ。え、なんで急。それで頭に血が昇って飛び出しちまった。そうだったんですね。結局ブルーノが団を引き継いだみたいだけどな。じゃあトラビスさんも残ればよかったですね。お姉さんとトラビスが抜けて、うん、ブルーノと部下が残されたわけか。そういうことですね。だがゼノイラ軍で指揮官になるとか、そんな気質の男じゃなかった。まあ多分だから操られてるとかそんなんだと思いますけど。ごめんだってな。それで俺らと傭兵団を旗揚げしたんだ。直接あいつと話をして確かめるさ。そうっすね、ゼノイラの犬になったかどうか。まあ違うと思いますよ。あの巨漢がブルーノか。ああ間違いない。まさか本当にゼノイラの将なのか。何にせよ一度様子を伺いたい。やつと接触できたら話をさせてくれ。了解です。まあまあまあそれで良いでしょう。どうでしょう。反乱軍のザー子供が。飛んだこと言いますね。
お前どうしまったんだ。いや本当そう思いますよね。そりゃすげえな、お前なんか知らねえって。いやいや怖すぎ。いや疲れてる。アレイン、あとは俺に任せてくれ。いやでもその前にアレインさんがちょっと解放してくれたら嬉しいんですけど、いくら話しても多分分からんので。一体何があったんだ。話せないですよ多分。お前がゼノイラの旗を掲げたのは何か理由があるんだろう。ないんですよね。好きだらけだ。あいや怖すぎ。試したいことがある。はい見ていてくれ。はいはい見てます。ずーっと見てますよ。ドロビス、おお復帰しましたね。よかったです。なるほどな。ゼノイラ軍と戦ったところまではよく覚えてるが、はいはい、その後操られてたってことか。そっぽいですね。どうやらやられたらやり返す、それが俺らの流儀だろ。ブルーノ、おお解放軍で一緒に戦ってくれ。ぜひぜひです。冗談じゃねえ。あら勝手に弾を抜けた奴と組めるかよ。思ったよりも反対的です。あの子が抜けても俺たちならやれるはずだった。ああちゃんと信用してたのに言ってしまったのが許せなかったんですね。うん今さらお前の顔なんぞ見たくもねえ。まあその気持ちはわかる。うんそうですよね。そっか仕方ない。待てよ姉貴、解散って本気なのか。冗談なんだろ。冗談ではなかったようですね。本気も本気さトラビス、三角獣傭兵団はここで解散だ。でもなんでなんでしょう。トラビス、あんたも足手まといだ。あついてくるんじゃないよ。いやこれ何か理由がありそうですね。こなんでしょう、お姉さん側にというかなんというか、多分足手まといって思ってるわけじゃなくて何かしらの理由がありそうな感じがしますっていうか服おもろ。姉貴にそう突き放された俺はそのままダンを飛び出ちまったそれ良くなかった、そこが良くなかったですね。それでいなくなったってわけかよ。俺らを置いてよ。ねえ別に姉貴だけじゃないでしょダンはって話で。だがそれで残された俺らがどんだけ苦労したと思って。いや本当にそうだな、俺がお前に頼み事なんかできないな。おお食い気味で。でも俺はお前とバカやってたあの頃が一番楽しかったこの通りだ。ああ、ちゃんと謝れた。悪かったよブルーノ、達者で暮らせよ。うわー偉い。あーもうこうなんかよかったです。ここでなんかそれでも頼むとかだとなんかちょっとあれでしたけど、こう達者で暮らせよって言ってブルーノさんの方からだったらなんか許せる、うん、待てよとか。待てよいいですね。そうですよね。バカやってたってなんだろそこバカじゃねえってか。ほとんどお前が言い出してだろ。楽しそうだな。お前だって結構乗り気だったじゃないか信頼できる二人なんですね。しゃあねえな。しゃあねえすか。お前のバカにもう一度だけ付き合ってやるよ。いい人だ、めっちゃいい人だ。ブルーノさんとトレビスさんは同じ隊に入れましょうね。はい、あれんだったな、よろしく頼むぜ。ブルーノさんが解放軍に変わりました。トレニー傭兵が集まってきているようです。戦力不足であればはいはいはい、砦で向かい雇用するのがいいでしょう。これを機に指揮する部隊数も増やしてみてはいかがでしょう。編成枠増やせるようになりました。スカーレット、すいませんねスカーレットさんのことを無視してて。やっとおとなしくなった。あれ進んだな。あれなんかこっちで良かったんですか。私をさらってどうするつもりなの、うん、あまずは D にするっていうところだったんですかね。ここに連れてこられた理由は分かっているのではないか。スカーレットさん何か隠してるんですか。何も協力する気はないわ。ほうほうお前の意思など関係ないまあそうでしょうね。てかあのアジトが解放軍と同じなんですけどしかしそれはオドリックが島に向かったと聞いた時は焦ったぞ。
そうなんですか。なんで？だってルノーさんだってそうでしょ。ガレリウス様から褒美をいただくのはこの俺だ。ガメツ。抜け駆けなど許せん。めちゃめちゃ自己保身しか考えてないじゃないですか。お前をどう説得して島から連れ出したかは知らんが。いや、まあ解放軍としてですよ。奴の目的も俺と変わりはない。助けなど期待しないこと。まあホドリックさんはもう賞金戻ってるんでね。ルノーさんもなんとか賞金戻したいんですけど。きっと助けに来てくれるわ。はい、行きます行きます。強がっても無駄だ。傭兵どもが始末をつけている。特に何にも感じてないですけど。だが安心しろ、役目が終われば解放してやる。あら、ありがとうございます。それまでおとなしくしていることだ。はーい、おとなしくしてるかな。トレーズの村、トレーズ、トレーズ。まさかこのコルニアに天使がいるとは。本当にいるんですね、天使。パレビア正教では神の使いとされております。いや、神の使いでしょう。そうだと思ってます。わあ、確かに可愛いな。貴様たちは何者だ。うわあ、気の強い天使、可愛いな。私はコルニア王家の騎士ジョセフ。はい、ジョセフです。こちらは解放軍を率いておられるアレイン王子です。はい、王子様です。何、解放軍だと。はい、解放軍です。それにジョセフ殿の名は祖国でも耳にしたことがある。ああ、そうなんですね、すごいんだ。私はパレビア正教の天翼騎士オクリースというもの。へえ、かっこいいですね。解放軍の方々よ、少し話を聞いてほしい。はいはい、了解です。何か。私はアラン教皇の命により、天の欠片という光る石を集めている。たくさん拾いました。各地を巡り回収した天の欠片を馴染みの司祭に預けていたのだが。はいはいはい。その司祭のいるロンモート教会が黒爪盗賊団に占拠されてしまった。黒爪盗賊団、ギャーメル。私が目を離した隙にだ。いつの間に。はや、捕まえたのに取り乱した。いや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 、嘆かわしいが、司祭を救おうにも私の部隊だけでは心もとない。はいはい。黒爪盗賊団、ギャメルがいなくてもまだ悪事を働いているのか。ギャメルのこと助けました。とても放っておける状況ではないな、はい、我々も協力しよう。はい、協力しましょう。まるで天の助けのようだ。アレイン殿に感謝する。いえいえいえ、こちらこそ。まあ一緒に戦いましょう、せっかくなんでね。ロンモト教会は川岸を東に、はあ、進んだ先だと。戦闘には私も参加する式は頼むぞ。了解ですが、そうですね。あ、でも4だったらさっきと同じレベルですね。じゃあ行けるか。まあ1回も行かないのもあれでしょう。こっち行ってみますか。押し取ってみます。行けますかね。はい、あれ、この先に進むなら気をつけた方がいい。はい、ゼノイラに雇われた魔術師どもがそこの遺跡を拠点にたむろしている。下手に近寄ったら奴らが襲ってくるだろう。気をつけます。だがこの地域を解放さえすればあいつら魔術師を雇えるかもしれない。それはでかいですね。いずれにしても魔術師は手強い。厳しいと思ったら引き返すのも手だ。旧兵でもいりゃ楽できそうだが、まあ慎重に。はあ、ははあ、旧兵がまた活躍してくれそうですね。ロルフさんですか。あ、 5ですか。じゃあ4の方先、あ、5だったらすぐ来れそうですね。4の方先行ってきます。じゃあ敵のレベル4で変わらないのでいけると思います。主要出現クラスはハンターとファイター。大丈夫ですかね、わかんないです。天翼騎士戦っていきます。おい、マンドラン。マンドラン、解放軍って連中が乗り込んできたぞ。乗り込んでみました。もう引き上げないか。ああ、教会に踏み込むなんて罰当たりだ。全然ギャメルさんじゃないんですね。なんだ、天の欠片がまだあるはずだ。もっと探させろ。天の欠片そんなに欲しいんですか。そうは言ってもあの天使の女も戻ってくるかもしれねえぞ。戻ってきます、今から行きます。かわいやしねえ。空飛ぶ獲物なら天使も鳥も変わらん。この弓の餌食にしてやるぜ。強気。え、あ、かわいい子。オクリース様に弓を引くなど、天使様は神の御使いなのですよ。あ、これ司祭さんですね、シャロンさん、きっと。何が神の使いだ。だったらその神にでも祈ってるんだな。まあ今からどうなるか見ててくださいよ。
はい、俺の矢の的になりたい奴はどいつだ。残念ながらそんな奴いません。こいつら強えな。痛い。勘弁してくれ。今更そんなこと言われてもって感じですよね。教会を略奪しておいて許されるわけがなかろう。そうですね。いや、オクリースさん可愛いな。親友の妹が死にそうで医者に払う金が足りねえんだよ。ギャメルさんですか。聞いたことあるな。天の欠片を高額で買い取ってくれるジジイがいてな。はい。教会で天の欠片を集めてる話を聞いて魔が差しちまった。すごいギャメルさんの妹、みんなに大切にされてる。妹のために金を。どこかで同じ話を聞いたような。本当なのかもしれないですね。めっちゃ疑ってました。命惜しさに見えすいた作り話。そう思ってます。処刑していいの、アレイン。あはん、あはん。いやなんか2人とも同じこと言ってるからちょっとごめんなさい。さ、ブレブレで申し訳ないですけど、なんか命を取るっていうのは違う気がするんですよね。ごめんなさい。申し訳ない。そういう事情なら今回だけは見逃してやろう。前回見逃さなかったのに今回見逃して、なんかちょっと申し訳ないんですね。本当に信じてなかったんで。前回はさすが王子様は違うぜ。こいつはありがてえ。正気か、あれ。いや本当に正気かって思うでしょうけど、いやなんか事実な気がします。見逃すのはちょっと違うんですけど、処刑、命を奪うのは違うなと思って。このようなやつを見逃すと。いやなんかそのだから罰し方なんですよね。なんか掃除させまくりましょう。そういうのだったら全然いいんですけど、処刑はな。オクリス様。はい。シャロンさん。はい、司祭様ですね。大好きじゃないですか。解放軍の方からお話を伺いました。はいはいはい。誰が話してくれたんですか。クロエさんですかね。オクリス様が私のために助けを呼んでくださったと。ああ、まあでも、あ、違う気もします。預かっていた天のかけらは無事です。ああ、よかったです。すごい頑張って。そんなことよりすまない、お前を危ない目に遭わせてしまった。いや、まあそういう時もありますよ。いいんです、うんうん、むしろ今回のことで私の迷いも吹っ切れました。迷い？何か迷ってたんですか？世界から争いをなくすにはここでお祈りしているだけじゃダメ。司祭としてそれでいいんですか。まあ、祈っていれば天が救ってくれるとね思ってるのは、まあ、正直それ違うよって確かに思うんで、まあ、その考えには賛同しますけど、司祭さんはそう思っててもいいんじゃないですかって思いますけどね。でもこのシャロンさんの考えにはそう思うとすごく賛同できますね。シャロンさん仲間になりますか。立ち上がらないとですね。ぜひ一緒に行きましょう。お前がそう決めたのなら、うん、止める理由はないな。すごい、オクリースさん全然止めたりしないんですね。はあ、すげえ。アレイン様、お願いがあります。はい、もしかしてシャロンさんとオクリースさんどっちも来ます？私も解放軍に参加させていただけないでしょうか。全然ウェルウェルかも。彼女はこの辺りでは指折りの癒し手だ。癒し手ありがたいですね。きっと解放軍の力になるだろう。いや、すごくありがたいです。オクリースさんは、いや、もう全然歓迎しますよ。今の考えにはすごく賛同できたので、祈ってるだけじゃ何にも始まらないんでね。自分で行動しましょう。癒し手に参加してもらえるのはありがたい。いや、なんかそういう。こちらこそ歓迎する。まあまあ確かにね、あくまで軍なので仕方ないですけど、お前が使えるから採用するよみたいな、なんかすごく嫌ですね。いや、まあでも入団試験とか普通ありますし、使えないやつを入れはしないんでしょうけど、それでもなんか癒し手じゃなかったらダメなんだって思ってしまう。嬉しいです。必ずお役に立てるよう頑張りますね。はい、頑張ってください。あ、強い子ですね。あ、はい、シャロンさん、よろしくお願いします。お役に立てるよう頑張りますね。あー、嬉しいですね。ちょっと待ってください、オクリースさんだと思ってました。完全にこのタイミングは話しましょう。あれ、あー、天のかけら持ってます持ってます。確かに確か教会の指示で天のかけらを集めているんだったら、実は天のかけらを一定数集めたら騎士団を離れたいと思っている。え、どういうことですか。解放軍に参加し、ゼノイラの支配に苦しむ者を救いたいからだ。はあ、
いやいやいや、なるほど、もうそれは了承ですよ。じゃあ天のかけらたくさん集めましょう。天のかけらの数に応じて貴重品を提供しよう。いやもう全然 いらないです。あの送り主さんが仲間にな解放軍に入ってくれるために全然集めるんで任せてください。交換した総量に応じて品揃えも更新していく予定で。いや全然そんなんどうそんなん大丈夫ですよ。助けてもらった時の礼を渡そう。試しに使ってみるといい。おお、ありがとう。うわー、一個も使ってないやつですね。天のかけらを集めてくれ、任せてください。こっちは音いたか。あ、いや、なんかやばいところ踏み入れたかもしれない。いや、年老いた魔女なんてどこにも。里の魔女は全て捕獲せよとの命だ。もう一度手分けして探すぞ。あれ、猫が魔女ですね、多分。はぁ、あ、はぁはぁ、魔女これでしょう、多分。いや、なんだか視線を感じる猫ですよ、多分。うわ、おー、すごい。え、かわいい。なんかあのもっとなんか魔女のイメージ勝手になんかこう大きいお姉さんだと思ったんですけど、少女みたいな魔女さんですか、もしかして。あなたたちはゼノエラ兵ではなさそうね。あなたは。私はイヤーナ、この先にある沼地の里の魔女よ。おお、ホードリックさん、なんとイヤーナと申されるのか。知り合いですか、まさかの。はい、なるほど。その入れた、はいはい、喋ってくれた。そしてその名前、はい、可愛い、小さくてもっと大きい人かと思ってました。聖戦隊に使えられた宮廷魔術師ヤーナ様のご子孫とお見受けした。おー、いや、ヤーナ様ご本人なんじゃないですか、魔女ですし。まあそうね、孫みたいなものよ。いや、本人だ、多分きっと。懐かしい、幼い頃ヤーナ様には随分世話になったものです。あ、そうなんですね。まさかそのお孫様とこのような場所で巡り会えると。いやいや、本人ですってきっと。ところで、先ほどゼノイラ兵が年老いた魔女を捜索していたが。あ、確かにそうですね。ああ、私の里の嘘ね、捕まらないよう隠れてもらっているの。あ、そうなんですか、本当ですか。ヤーナさんのことじゃなくて。でも里の方はゼノイラ兵に制圧されてしまって。ああ、まあこれを制圧しなきゃいけないですね。お願い、私の里を救うのを手伝ってくれないかい。いや、もちろんもちろんですよ。ああ、放っておくわけにはいかない、協力させてもらう。はい、もちろんです。はい。え、メイン？メイン？あれ、メインクエスト2つになっちゃいました。なんでメインはちょっとアートにしましょうね。びっくりした、メイン来て。ここは何でしょう、近づいたら襲われますか。はい、殿下お待ちください。はい、城塞都市バールバチムはモルドンに、あ、言ってましたね。はいはいはい、バールバチム、はい、城塞都市、ね。おお、どうしたソリジートリデが落ちたみたいです。あ、落としました。サカツ傭兵団の大番だったか。そうですね。どんな連中にやられたんだ。なんて言ったらいいでしょう。解放軍を名乗っているとか。名乗らせていただいてます。また新しい反乱勢力か。そうですよ、まああの王子さんですけどね。うん、え、まあ、かわいい、ま、町娘かわいい。おう、はい、ちょっと外で待っていてくれ。え、なんですか。しかも結構なんか良好な関係っぽいですね。またですか。あ、違うのか。え、いいだろう別に。でも向こうから誘ってましたよね。しかしまあ、うん、変な連中にこの町を荒らされても困る。ほう、ちゃんと収めてる感じですか。周辺に時もし近寄ってくるようなら徹底的に痛めつけて追い返せってな。徹底的に痛めつけられてしまいますね、これは。まずいですね。困るな。ここから先に進むには占領している敵を倒さねばなりません。十分な戦力が整ってから戦いに挑むのが賢明でしょう。それはそうですね。何ですか、ちなみに。あ、レベル5だったらいけんこともない気がしますね。ちょっと考えつつ、今回はここから始めて、大体レベル4でクリアできるようなところは、クリアしたと思います。レベル5がいくつか出ています。今回はここまで見てくれてありがとうございました。